はい、皆さんこんにちは。酒飲み女子のせんちゃんでーす。そんな酒が好きな女が今回はコンビニで何種類かおつまみを選んできました。おすすめのものからなんかこれ美味しそうだなっていうね、初体験のものまで買ってきましたので、ぜひぜひ皆さん一緒に食べた感覚になって楽しんでいただけたらなと思います。では先にね、乾杯をしていきたいと思います。いつもはね、日本酒ばっかり飲んでますけども、今日はちょっと可愛くほろ酔いの桃を買ってきました。私だってね、こういうの飲みたい時もあるんですよ。いつも日本酒飲んでるわけじゃないから。ということで皆さん乾杯していきましょう。乾杯。今日もお疲れ様。やりきれなかった、まあ茶番を置いといてどんどんと紹介していきたいと思います。まずはね、私気になったのがこちら、冷凍の食品なんですけど、刻みネギと一緒に食べるネギ塩トンタンでございます。こちらね、冷凍の食品なんですけど、すごくね惹かれてしまったよね。こういうのはもうもちろん買いたくなるので、ちょっと電子レンジでチンしていきます。開けると、うわ、すっごいネギの香り。皆さん失敗しました。ここまで開けるんだ、やばい。ちょっと開けすぎだよこれは。ちょっとごめんなさい。一応開けちゃったんで中をお見せします。ネギとね、タンが入ってて、すっごくね、タンとネギの香りがふわーっときます。美味しそう。600ワットでね、1分30秒だそうです。結構早いですね。おとなしく待っております。はい、まだかな。タンはこういう炭酸系だったりとか、見てください、すごく美味しそうでしょ。ネギがしっかり入ってますね。タンも美味しそうです。待ちきれないのでいただきます。これうまそうだ。美味しい。これは止まらんくなる。美味しい。ネギがいいアクセントしてて、もう香りがもうこの時点ですっごい美味しい香りするんですよ。ビールが良かったかも。可愛くぶってる場合じゃなかったね。しかもさ、これレンチンでできるとこがいいよね。めちゃめちゃ楽。セブン最高。っていうのも私セブンで7年バイトしてたんですよ。なのでちょっとセブンにはね、思い入れがあります。ネギダレが美味しいね。塩味が強めなので、めちゃめちゃこうお酒に合います。濃いものを食べて、その後にお酒でカーッと入れる、これがね最高なんですよ。ネギ塩トンタンめちゃめちゃ美味しかったのでおすすめです。こちら初めて食べたんですけど、当たりでしたね。グッド。次はこちら、じゃじゃん、ピリ辛イカ天。電子レンジでね、温めることができるものです。このシリーズはここの開け口から開けて、このままあの電子レンジでチンすることができます。お皿に出さなくて済むので、めちゃめちゃ便利なんですよ。温まってまいりました。中見えるでしょうか。結構赤いですね。開けるとこうなりまして、このままね食べることができるので、めちゃめちゃ便利です。ではこちらもどんどんいただいていきましょう。どんどん食べてどんどん飲もう。いただきます。あは、美味しいよこれ。結構生姜が効いてて、確かにピリ辛だ。ちょうどいいねピリ辛具合です。しかもさ、一つ一つが一口大なので、かなり食べやすいです。やっぱつまみとして最適だよね。ちょっと食べてちょっと飲んでっていう感じで。これイカ天当たりだわ。私これ好きだな。ちょっとなんか軟骨みたいにコリコリした部分も入ってるので、食感もいいですね。コリコリしてるとかイカか。そうだよな。ではね、酒が進みますよ。ではね、どんどんいきますよ。次はね、ちょっと脂っこいものが続いたので、今回こちら、じゃじゃん、混ぜて食べるなめことオクラのネバネバサラダでございます。これはね、私大好きでかなり何回も食べてます。これはね、私的おすすめ商品でございます。中ね、こんな感じになってるんですけど、これをね混ぜるんですよ。これね、本当にちょうどいい。おつまみだけじゃなくて、あと一品欲しいなーって時にね使うとすごくいいですよ。自炊してて分かるんですけど、こんだけたくさん具材が入ってるものってマジで作るの大変なので、もうめんどくさい時はみんな買っちゃえ。これはね、美味しいって分かってるんですけど、おすすめしたいので買ってきました。つまみでもいいし、おかずでもいいし、オールマイティーなやつです。よく混ぜてね召し上がってください。おー、伸びるね伸びる。伸びますね伸びますね。さっぱりしてる、大好き。いい感じに出汁が効いてるんですよ。結構プリプリのなめことかも入ってるので、思ったよりもボリューミーです。うまいね。幸せな気持ちになりますね。そして次はこちら、じゃじゃん、コリコリ食感の砂肝スモークでございます。これは絶対美味しいですよ。食べたことないですけど、絶対に美味しいと確信して買ってきました。しっかりと温めてきましたよ。チラ見せ。中はこんな感じでですね、かなりね粗挽き胡椒が効いているような感じですね。美味しそうです。これもね、またいい香りがします。すごいいい香り。砂肝は絶対酒に合うから。いただきます。ありがとうございます。美味しい。やっぱり革命が起きちゃう。ちょっとセンスいいんじゃない、私選んできたセンスが。それともセブンがすごいのか。美味しいわ。酒がなくなりそう。結構濃いめの味なので、やっぱおつまみに最適。しっかりとねタレがついてますよね。このねタレが美味しいんですよ。
かなりいいペースできてるね。そしてお次はこちら、じゃじゃん、だし巻き卵です。切れてるだし巻き卵です。これもね、電子レンジでチンができるということで最強じゃんということで、結構綺麗な黄色ですね。しかもね、切ってくれてあるのですごく食べやすそうです。香りがすっごいんですよ。これは期待できる。やばいかもしれない。しっかりとね、だし巻き卵ですね。すごい。やっぱね、居酒屋とか行ったら絶対だし巻き卵頼むじゃないですか。それをね、家でも食べたいななんて思うけど、作るのめんどくさいですよね。本当にめんどくさいので、やっぱこうやって作ってくれるの本当ありがたいです。ありがとうございます。いただきます。熱々だからフーフーして。うん、アップ熱々だ。あー、しっかり出汁も効いてるわ。優しい味、すんごい優しい。うん、あー、美味しい。さっきまで結構味の濃いものばっかだったんですけど、薄味とまではいかないけど、すっごい優しい味なので、おつまみ買うときはね、やっぱバランスを考えて、優しくて温まれるものもね、買った方がいいと思います。あー、これ日本酒の方が合うかもな。さすがにそろそろなくなります。そしてつまみ部門は最後となります。こちら、んじゃじゃん、とろっとゆで卵でございます。私いつも旅行先で絶対食べちゃうんですけど、これが本当に美味しいんですよ。個人的にはやっぱセブンイレブンのこのとろっとゆで卵が一番好きです。多分ゆで卵何種類かあるんですけど、この味付き半熟とろっとゆで卵がおすすめです。皮も入れきました。大体皆さんゆで卵食べるときって塩をかけると思うんですけど、これね、味がついてるので塩いらず、そのまま食べられます。でね、この塩味もちょうどいいんですよ。おいしい。ということでね、おつまみはおしまいで、このお酒もちょうど飲み終わってしまったんですけど、あと一つ紹介したいものがあります。こちら、宇治抹茶といちごのパフェでございます。何がおすすめかっていうと、この抹茶がおすすめです。抹茶です。抹茶が日本酒に合うんですよ。日本酒ってやっぱ日本のものだから、和のスイーツが意外にも合うんですね。こちら、雪の松島を飲んできます。マイク飲みに入れて、楽しそうな顔になってきました。本番は本当はここからですよ。ここからです。さっきのはね、食前酒でしたからね。まずはこの抹茶の部分をいただきます。おお、結構しっかり抹茶ですね。あー、大人の味で、ここで美味しい。やっぱり日本酒と抹茶合う、本当に合うから、絶対やってみて。抹茶アイスとかでもいいよ。とにかく抹茶系のスイーツと合わせてみてください。あんこはどうかな。あんこはちょっと試したことないんだよね。あんこはどうかな。合わせるものによるかな。あんことは微妙だな、相性は。抹茶の方が合います。日本酒に甘いものって合うのって思う方いると思うんですけど、やっぱ日本酒といえばこうお寿司だったりとかね、海鮮と合わせると美味しいよねっていうのがあると思うんですが、抹茶と混ぜてみてください。本当に美味しいから。抹茶と日本酒のハーモニーがすごい幸せな気持ちで終われそうです。日本酒は美味しいな。仙台で買ってきたね、雪の松島、めちゃめちゃ飲みやすくて美味しいので、これおすすめです。皆さんも飲みすぎは注意ですよ。本当に飲みすぎないように気をつけてください。本当にね、セブンで7年間バイトしてたんですけど、マジでセブンの商品は美味しいと思ってるので、ぜひぜひ皆さんもセブンイレブンに寄ったらいろいろ買ってみてください。はい、ということで今回はおつまみ6選プラスデザート1選なので、全部で7つ紹介させていただきました。初めて買ったものもあったんですけど、全部美味しかったです。やっぱね、セブンは外れがないなっていうところがね、私もやっぱり元セブン店員としても誇らしく思っております。手軽にね、食べることができるので、忙しい皆さんもぜひぜひちょっとコンビニ立ち寄って、今日のおつまみはこれにしようかなって感じで真似していただけたら嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。せんちゃんでした。バイバイ。